皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルメ王国の日々アプリの方を進めていきます。はい、メンテナンスが終わって8周年のお話が来ています。で、私随分動画を上げてないので、1個前のゴールドラッシュ、ゴールデンウィークのゴールドラッシュのイベントのことと、その前の探索イベントのランキングの報告はこの後お話ししてますので、ちょっと順番がまたぐちゃぐちゃに、ね、なってるんですけども、よかったら見ていってください。まずはこの大事な8周年のことをね、喋っていきたいと思います。ちょっとここの音楽が微妙だな。自宅に移動してきたのでお知らせを見ていきます。今やっているイベントをまずお話します。23日までは普段手に入りにくい化石や遺物をドロップしますということで、フォッサとかレリッカが出てくると。これは、何回かねあるイベントというか、プチイベントというか、そんなにね必死でやってないんですよね私。で、目玉のイベント8周年、このエルネア王国って王族の人たちが蜂をモチーフにしたねお洋服とかをね着ているので、この8周年っていうのはすごく大事な、10周年並みに大事な年なんですよね。なのでこちら、いやーめっちゃいいね、服ベビーと子供がめちゃくちゃいいですよ。でこれをログインボーナスでもゲットできるし、アンバーでも交換できると。だから無料でももらえるけども、お金を払えばもっとゲットできるよということらしいです。で、優勝アイテムショップでアンバーもね売ってるとのことなので、いつも売ってるわけじゃないので買える時にちょっと買っといた方がいいですね。アイテムの方はこのシェルフが置いてあって、お洋服のところに国民服と、かわいい着ぐるみ、かっこいいんですよね。いいわ、めっちゃかわいいわ、もう最高ですねベビー服。ちょっと購入もらえるんだけども、ちょっと1着じゃあれなんで、キッズのお洋服も購入していきます。で、今からちょっと過去の私が喋っている動画が続きます。途中でこの蜂のお洋服に着替えているところが今の私が実況しているところです。では続きの方を見ていってください、どうぞ。はい、創薬の鬼人兵のイベントのランキングが私91位でフィニッシュしました。ライブ配信で、最後ねちょっと頑張ったので、なんとか100位内に入ることができました。で、お衣装はね、一応ゲットすることができてます。これで良かったですよね。これもあるのか。これが違う？こっちか。こっちがランキングの衣装か。で、こっちが落ちたやつ？これだ。サークレット。いや、かっこいいじゃん。いいじゃん。ちょっと眉毛とかぶってて。いいですね。サークレットは初めてなんですよ。ゴールドラッシュのイベントがあったんですけども、ゴールデンウィークスペシャルということで、今回ね武器やスキルの獲得が2倍になるプラス、ゴールドラッシュではこんなアイテムなかったんですけども、まあ、敵を倒した時にね、まあ、こんな感じでアイテムが落ちたりとかして、あと赤いバザーンを渡すことにより、こちらマスクとかこういうのが交換できるということですね。私ねちょっとマジでやってなかったんでごめんなさい。もう何かは交換できるだろう。買える？とりあえず1個ずつは買おう。あ、3個ずつ買えるな。3個買って、マスクも3個買って、あ、違う違う。これはアイテムが違うじゃん。あ、2個しか買えない。いや、これでも買えるだけ買っといた方がいい可能性がある。あ、ちょっと待って、間違えた。この赤いバザンを届けようで5個ずつゲットできるのが5回あるのか。赤いバザンはね、ちょっと、この前めっちゃ頑張って走ったからたくさんあるので、これは購入しといて OK ですね。とりあえず今ゲットしたのを着たい。だからこのロキ君もかなりかっこいいんやけどね、この服もね。あ、待って、黄金のマスクとサークレットをかぶして着れるんだ。あ、すごい神々しいね。これはいい。ぜひお母さんにもね着せてあげたい。お母さん冬の格好してるからね、ま、間違いではないんだけどね。あ、お母さんこれじゃない、こっちこっち。あ、いいじゃんいいじゃん、若返ったね。頭になんかティアラ的なものをつけてあげたいんだけど、あ、でもこっちでもいいかもね。お母さん神々しくて若い若い、いい。これでなんかイベントないか。
評議会行けなかったんだよな。まあ仕方ないか。で、この前のライブ配信でびっくりしたことがあって、親友のレイモンドさんを見たらパウラちゃんと付き合ってた叫んじゃったんだけどね、ライブ配信中びっくりしすぎて。デートだってよ明日。ちょっとあんだけさ、全然付き合ってないとか、もう全然どうしようかなと思ってたらね。いやちょっと服着替えさそうか。パウラ人のものになったしな。いやでもおめでとう。いいよパウラちゃん。頭ね。あちょっと背中ごちゃごちゃしてるね。背中外してあげなきゃ。腰が邪魔か。背中、あいいと思う。これでデートに行ったらいけてると思う。うん、完璧。みんなのアイドルだしね。性格変えちゃったんだよな、ほんとごめんね。でこのゴールドラッシュのイベントなんですけど、あんまりね落ちてなくて、衣装は一個も落ちてないです。まあそんなんていうか全然やってないんですけど、このゴルゾーラはね出会ったんですけど、ちょっと取れてなかったんですよね。この3体がね、これ新しいですよね。ゴルビッシュは前からいたもんね。この敵のこの紹介の文章のこの絵が新しくなってて面白いなと思って。ゴルム、ゴルミラ、ゴルゾーラ、いいですね。もうちょっとでアップデート入っちゃうので、それまでギリギリまでちょっとこもっていようと思います。あ、先に戸棚飾らないとダメですね。戸棚どこだ。まあまあね、桜を、ここだよね、暖炉のとこだよね。違うのかな。あったあったあった、これこれこれ。あ、めちゃくちゃいいじゃん。思ってたより神々しくていいね。これ両方着たい。2階にもあったよね、うち。いいじゃん、インゴット。あ、金持ちの人の家になったね。いい。はい、結婚式に呼ばれましたね。ちょっとね、あんまり知らない方たちだったんだけども、まあ、美男美女ですね。で、なんでロキ君がこんな格好をしているかっていうと、まあ、ゴールドラッシュ中の時ですね。はい、行きました。あの、バグエルに。でもちょっとぐらいはね、衣装欲しいなと思ったんですよね。幸せそうです。いっぱい人来てるじゃん。で、落ちたものですね。はい、クリアで。服落ちました。ナルルの子供のやつ。これはでもね、持ってるんですよね。はい、連続でいきますよ。武器。落ちました。てか、私、長剣で行ってさ、双剣もらえるって知らなかったんですよね。これ持ってなかったんで、めちゃくちゃ嬉しかったです。まだね、持ってないやついっぱいあるんで。はい、次が、衣装です。勇者の鎧、まあ、いっぱい持ってるけど嬉しいですね。レア箱。はい、続いてが何だったかな。はい、インゴットいらない。はい、仕事納めの日でした。カンストしてます。仕事ポイントはカンストさせました。まあいろいろね、あのいろんな仕事の体験服着て持ってるアイテムを全部換金してきました。一応ね、カンストしといてお金貯めとかないと、なんやかんや武器とかね育てるときにシャードが足りなくなるんですよね、いつも。なので仕事ポイントはいつもカンストしてます。なんかあるかなあ。お兄ちゃん誕生日だ。誕生日行くか。いや、誕生日行くかっていうか会いに行った方がいいな。タピオカ兄ちゃんにね、お誕生日おめでとうって言いに行きたいと思います。29日は新刊は何も仕事ないよね。多分ないと思うんだよな。いる？水着の人がいたな。世間話。兄貴おはよう。なんか性格がさ、優等生なのに兄貴っていうのなんかちょっと違和感あるよね。私がずっとタピオカ兄ちゃんって呼んでるから余計になんか違和感がある。まあ仕方ないか。ちょっとエルニア城に行って見たいんですよね。この駅士のやつ。あ、待って、三角の方がいいかも。タナンの航路行こう。パウラちゃん見れるかもしんない。レノックスくんとかもね見れるかもしれないもんね。アナベラちゃんとかみんな元気かな。ちょっと飛ばしてみようか。おお、見れる見れる見れる、貴重。ちょ待って、なんか服おかしい人がいるな。アンヌちゃん、初代の末裔が。あ、こんな感じなんだ。すご。あ、ドルムリバ、これ初めて見るかもしんない。いつも見てないから、これ。挨拶して、乗ってる。うわぁ。
ハウラちゃんがいる。はい、本来ならここで火を引くんですが、今は航路ですから形だけということで、とはいえ守ってくださった神々は、これそれって合ってる、お休みいただく習わしですから、なるべく炉は使わないようにお願いします。やばい、ちょっと、このドレスの人誰だ、誰のお嫁さんだった、着替えさせたんだろうね私が、誰だ、あ、来年も勤めるんだ、6家族だ、そう、6家族しかいないんだよね、山岳の人。やばい、あ、うん、火入れまでゆっくり、あ、なんかすごい、ちょっと待って、アニオデさん、違うな、誰だ、ドレスの人、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、メイちゃん、ちょっと待って、え、誰、アナベラちゃんだったっけ、これアナベラちゃんロングのイメージだった、私この服に着替えさせてずっと放置だったんだ、違うわ、私髪型変えたな、ごめん、美人になりすぎてアナベラちゃんだって気づかなかったよ、ごめん、 すごいな、アナベラちゃんとパオラちゃんがあそこにいたんだ、わー、昔好きだった子と元カノがいたんだね、あ、パオラ、パオラ、パオラいる、カップルみたいになってるから、これどこ行くの、え、違うでしょ、デートじゃないの、あ、明日デートなんだ、今日じゃないんだ、いってらっしゃい、なんだ、びっくりするじゃん、はい、着替えます、最近入手、衣装、あれない、ありました、いいじゃないですか、ちょっとこの金色のね、目のやつはまだつけておきたいと思います、で、シェルフをね、飾りたいんですよね、正面に飾れるのはここだね、壁アイテムを回収して、さあどうだ、あ、見えない、この床アイテム回収しよう、意外に下の方につくのか、いや、めっちゃいいやん、これ。このぬいぐるみみたいなやつのこの右側なんだろう、左はわかるんですよ、この、あ、今いたよね、今このバナナっていうイムにつけてるんですけど、これはイムのお衣装をリスナーさんから募集するみたい なんかコンテストみたいなのがあったんですよ、で、それでこのデザインをした方が優勝されて、で、このデザインがね、ゲーム上に出てきたんですよ。で、私も当時、何かで入賞したんですよ、これで。選ばれなかったけど、多分YouTube してるから、お情けでね、入れてもらえたんだと思うんですけども、イムのぬいぐるみをもらったことを覚えております。で、この、その思い出深い、このお衣装の、やつがここにあると。なんでパン落ちてんの、ここに。は？怖っ。お腹減ったの？これ食べる？なんでパンが落ちてたんだろう、今誰か置いてったんかな、いいですねこれ、思ってたより可愛い、下にあんまり物が置けないかもしれないな、めっちゃこのパン食べたがるな、みんなお腹減ってるのか、もう一個あげよう、で、今は29日なんで、明日評議会、これは行かないといけないのか、選挙があるもんね、選挙は出ないといけないんだよね、で、あ、そうだ、今うさぎちゃん着せてるんだよね、はい、こちら、ラファエラちゃん、めいっ子になるんですけども、この子に、鉢を着せました。かわいい。黒髪に似合うね。これ、アップで見れないんかな？無理か。超絶かわいいんやけど。あ、ディービット君まだギリ子供だね。おおいいじゃん。ちょ、ドーナツ邪魔だな。羽があるから、ドーナツ外してあげよう。顔じゃない。頭と、いや、これ何もつけん方が絶対かわいいわ。背中。いや、めっちゃ可愛くない？子供。やばい。いや、かわいい。笑ってる。めっちゃいいやん。ジゼルちゃんにも着せたいんだけど、今持ってないんだっけ？今ないや。これさっきデイビッド君着てたやつだ。もうこの子大人になっちゃうんだよね。どうする？どうする？って言って。早めにでも結婚したいんだよな。あ、ちょっとピンク色着せとこ。可愛いから。え、だって1日になったら大人になっちゃうんだよね。次はちょっとあれだな。恋人候補大人になるっていう回だね。次の回にしよう。とりあえず選挙は今日終わらそう。一気に進むな。このデートも見たいんだよな。ホモスでもフォッサ出るんだね。
何落とすんだろう。さっきまでずっと自動でやってたから今びっくりした。あ、化石ちょっと微妙だったな。また出た。結構出てるんだね。あ、化石。え、最近入手。あ、でもこれも結構落としてるね。こういうのだよね、多分ね。あと意外にこういう魔獣の鉱石とか、こういうのも、この辺も結構落ちてますね。あ、レリッカも出ましたね。レリッカも出ました。この子が何を落とすのか。はい。あ、これが朽ちた人形を落とすんだ。なるほど。多分本当はもっといいやつも落とすんだろうけどね。結構いいのも落ちるじゃん。お母さんこの格好でいっか。選挙行きまーす。おほほ。いいですね。陛下並びに来期の各組織代表者の方々。親子でいいですね。年末のご多忙の折お集まりいただきありがとうございます。慣例に従い皆様のご選によって来年の評議会議長を決めたいと思います。誰になるかだよね。ロイスちゃんでもいいな。親族の集まり。いや、でもアンヌちゃんも親族だな。初代の末裔ばっかり。あ、でもアティカさん知らないな。シビルさんは誰の奥さんだったっけな。え、誰に入れよう。あ、入れれないんか。ロキ君は入れれないんだ。あ、親族じゃない人になっちゃった。アティカさんだった。でもアティカさんの代わりに誰かが来るかだよね。あ、それ楽しみだ。ありがとうございました。あ、お母さん。お母さん何してるの？あ、人に用があるんだ。あ、僕に用じゃないんだ。行っちゃったなぁ。ジゼルちゃんだね。とか、アネモネ系じゃなくてニルバー系か。よし。この子が大人になるから、もう一回会っとくか。ちょっと性格がちょっと怖いんだけどね。合理主義。でもこれで山芋水に帰れるからね。その前にですよ。私の目的は、おそらくデートに行くであろうね。二人を見ないと。あー、ドキドキするな。間に合うかな。話しかけない方がいいのかな。どこだ。いたレイフォード君。あ、話すよ。おー、行く。どこ行くの、どこ行くの。あ、いない。あ、いた。追いかけよう。久々だな、ストーキング。ってか、この二人ができてくれたっていうのはちょっとありがたい。嬉しいね。やっとだよ。あ、ご飯食べに行くんだね。オッケーオッケーオッケー。いいね。あ、いちゃいちゃ、あ、ハートが出てる。もうラブラブじゃん。ちょっと、明日とかもまたデートするんじゃないの？明日もデートする。すごいじゃん。あ、団長行くメンバー、ごめんなさい。え、やめとく、ごめんね。あ、こんにちは。あ、ちょっと悪いけど、今ちょっと。あ、ちょっと待って。あ、ありがとう。え、あの二人はこのままお茶とかしないんかな。服変えたんだよ、いいだろ。ダメなの？もうパウラちゃんいないじゃん。あ、こんにちは、レイズリーさん。いやー、レイオドくんよかったね。ご飯食べようよ。ちょっとダメなの。いや、え、なんでちょっと、何しようかなって言ってるんだったら、ちょっと一緒にさ、ご飯食べようよ。え、用事ないって言ったじゃん、今。え、何の用事？嫌われてんかな？僕が用事ある。あ、ちょっと待って。何あげたっけ、今。なんかしてない、レイモンドさん。あ、これ買ってるのか。私買っとくわ。え、違う。レイモンドさんが売ってね？レイモンドさんが、ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと待って。ちょっとみんな、ちょっと待って。後でご飯あげる。ちょっと待って。レイモンドさんが、多分、今、売ってる気がするな。そら忙しいよね。置いてる。ちょっと待って。遠目に見よう。お店やってる。ちょっと待って。農場管理官に選ばれたんだ。何しようかなって言いながら仕事してるんだよね、今。めっちゃ音符マーク出てる。でも買ってあげよう。全部買ってあげよう。レイモンドさんの婚約指輪ね、きっと買うだろうから、もう全部買ってあげよう。
ばい、すごいじゃん。で、仕事頑張ってるんだね、めちゃくちゃ。一番仕事したってことでしょ、だって出世街道だな。めちゃくちゃセパの種持ってんじゃん。いや、セパ使うからね、ウィークリーミッションで。いくらでも買いますよ。いや、これは面白いな。あ、エドナさん、あ、ちょっと待って、こんにちは。16歳、どこ行くの？エドナ元女王を思い出しますね。アベラスシチューとかね。あ、いいの、エンツ星だよ。そこそこ高、あ、でかいの売ってんなローナ売ってたな。マトラスープ盛り出した。こうやって今レイモンドさんが いくらお金持ってるとか出ないんだったっけ。あ、持ってるわ、124,000で、私が買うことでお金を稼げてるかだよね。あ、ジゼルちゃんだ。違う違う違う、じゃあこんにちは。なになに、これ欲しいの。あ、私も持ってないんだよね、昇降石が。ジゼルちゃん、どこ行くの？そうなんだ、ジゼルちゃんと恋人っぽい話とかしてくれないんだよね。あ、これやっとかなきゃ。ハニーボタンあげるから、あげるよ。よし、世間話。あ、もう行っちゃった。なんかお嫁さんにしてって一回も言われてないんだよね。あ、揚げパンあげちゃダメなんじゃない？まあいいや。あ、お金増えてる増えてる、所持金アップしてるじゃん。出店、あ、何してるのってちゃんと出店してるんだよって今言ってくれましたね。さっきから全然言ってくれなかったのに。一応自覚してるんですね、ちゃんと出店してるっていう。よかった、無意識で商品並べてんのかと思った。結構いろいろ作ってるね、マロタケのスープとかね、いろいろ。サーベラめっちゃ持ってるねこの人。ということで今日はレイモンドさんのやつをずっと買いまくって今日は過ごそうと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。次は成人の儀式、そして、恋人になれるかどうかのね話をちょっとやっていきたいと思います。ちょっと新刊もねやめなきゃいけないので、ちょっとね寂しいですね。新刊楽しかったから。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。